ジェリー・サインフェルドはアメリカ合衆国の俳優、スタンダップコメディアン、脚本家。本名、ジェローム・サインフェルド。ニューヨークのブルックリンで生まれた。父親はハンガリー系ユダヤ人の、母親はシリア系ユダヤ人の出自。ニューヨーク市立大学クイーンズ校卒業。スタンダップコメディアンとして活動していたが、1989年に NBC で、 ラリー・デビッドと共にザ・サインフェルド・クロニクルズを制作した。名前はサインフェルドと変更になったが、4シーズンになる頃にはアメリカのテレビ業界で最も成功したシチュエーションコメディになるまで成長した。番組は1998年に終了したが、2006年になっても様々な放送局で再放送が行われている。この番組には、 サタデーナイトライブに出演していたジュリア・ルイス・ドレーファスやマイケル・リチャーズ、ジェイソン・アレクサンダーが出演していた。サインフェルドは本人を演じるミー賞やゴールデングローブ賞など数々の賞や巨万の富を獲得した。2007年にはアニメ映画 B ・ムービーを制作葬式だけでなく脚本も担当し声優としても出演した。2015年雑誌フォーブスで 2014年6月1日から2015年6月1日までに最も稼いだコメディアンのランキングで第1位を獲得。私生活では1999年にジェシカ・スクラーと結婚。二人の間には三人の子供がいる。ポルシェを多数所有している。ありがとうございます。